金沢大学の矢野でございいまますす、えー、皆様よろししくお願いいたします、えー、私あの、えー、ご紹介いただきましたように肺がんの分子標的治療についてお話しさせていただきますけれどもまずは、えー、肺がんの患者さんがどれぐらいいらっしゃるのかその原因は何によるのか。 さらに一般的な肺がんの治療にはどういったことがあるのかというのをお話ししたあとにです、ね、分子標的治療についてもご紹介したいと思いますこれが COI でこういったところから研究費などを頂い,いておりますのでこういった部分を差し引いて聞いて頂いければと思います我が国ではですね1年間に 癌で亡くなる方は36万人、今日おいでます。で、その中で肺がんで亡くなる方は約7万人おいでますので、癌で亡くなる方の5人に1人は肺がんで亡くなっているという現状があります。ちょうど数字で割合で言いますと。とまあ、20%になっています。じゃ、肺がんの原因というのは何なんでしょう？で、いつもこう聞くんですけど。 まあ先ほどの原先生の講演でネタがバレてますので、まあ、さっさといきたいと思いますけど、えー、肥満ではなくってタバコが原因ですでこのタバコの中には4,000種類以上の化学物質が含まれていてそのうちの200種類以上は有害物質でそのうちの60種類以上は発がん物質ですでこのタバコの中にはタバコの中の有害物質としてはアンモニアね おしっこの中に入ってます。ヒソ、蟻の殺虫剤です。ホルムアルデヒド、これシックハウス症候群の原因です。カドミウム、胃大腸病の原因。一酸化炭素、車の排ガスに入ってたり、あともういっぱいあの有害な物質が含まれているわけであります。で、タバコを吸っていない方の肺を見てみますと、まあ、このようなピンク色をしていて綺麗なんですけれども。 タバコを吸っている人の肺っていうのは？こんなに真っ黒です。ごくタバコっていうのが肺に悪いということが分かっていただけるんじゃないかと思います。で、タバコっていうのは何も肺がんだけを起こすわけではなくて肝臓がんとか胃がんとか喉頭がんとかですね。他の臓器のがんの発生も増やします。し、がん以外の病気ですね。脳卒中とか心筋梗塞。胃潰瘍や肺気腫といったまあ。そういった病気も。 引き起こします。体にとっていいことは全くありません。タバコを吸いますと、肌の血流が落ちますし、ビタミン C が破壊されるんだということで、BBC のタバコ博士も言っています。一卵性双生児だとこれぐらい顔が変わるそうです。こちらはタバコを吸ってない方なんですけど、タバコを吸っている人はこんな感じになるんですね。皆さん起きてます？大丈夫ですか？はい。 いつもちょっとここでおおっていうような反応があるんですけどあの頑張って聞いてきてくださいねはいで、えー、周りの人にもねタバコっていうのは非常に有害ですでこちらのフィルターのついている方から吸う煙が主流炎なのに対して火のついている方から出てくる煙は副流煙っと言いますでこちらの副流煙の方が主流炎よりも有害物質の量が多いんですね 倍倍から46倍多いで旦那さんが1日20本以上喫煙する時の奥さんが肺がんで亡くなる確率っていうのは旦那さんがタバコを吸わない方の奥さんの場合と比較して約2倍高くなるんですねですからこれから結婚される方ぜひあのタバコを吸わない旦那さんとを選ぶっていうことは重要かなというふうに思いますでところで 先ほど原先生のお話の中にもありました「PM2.5 は肺がんの原因になるの?」「肥満は肺がんの原因にはならない」っていうお話でしたけど「PM2.5」っていうのは肺がんの原因になるんですね。で昨年の今頃出たインターネットに出た記事ですけれども「PM2.5」っていうのは最高レベルの発がん性があると WHO 世界保健機関が発表しています。 で2010年には世界で22万3000人が汚れた空気を原因とする肺がんで死亡したというふうに発表されていますでこの PM2.5 っていうのはパーティクュレートマター2.5というふうに言うそうですで直径が2.5ミクロン以下の微粒子なんですねですから髪の毛の太さの30分の1花粉の10分の1ぐらいの 非常に小さな物質ですでこの PM2.5 っていうのは化石燃料の燃焼ですね石油とか石炭とかが燃えた煙に入っている工場の煙とか排ガス中に含まれていますで自然界由来のものとしては火山の噴出物これにも含まれているそうですしハウスダストの中の非常に小さなものも PM2.5 だそうですじゃあ どうかということなんですが煙の煙もですね PM2.5 の一種なんですねでここで、えー、日本のさまざまな飲食サービス業店内の PM2.5 濃度っていうのを見てみましょうで立ち軸に行くほどこの濃度が濃いっていうことなんですけれども、えー、日本の環境基準っていうのは35までだそうですですから全面禁煙のコーヒー店 ですと、えー、この基準は満たしているんですけれども完全分煙のファーストフード店の、えー、禁煙席ですねだから隣に喫煙席があるようなところは禁煙席でもちょっとあの環境基準は満た,し満たすのかな怪しいなっていうところになってきます。で北京の空気はどうかというと400から900ということでも緊急事態なんですねでは日本ではどうでしょうかっていうことなんですけど見てください これ完全分煙のファーストフード店の喫煙席ですと300ということまた不完全分煙の居酒屋の禁煙席ですよこれはもう北京と大体一緒ぐらいなんですねまた、えー、タクシーの中で2人でタバコ吸うと1600っていうことでもう最悪の状態ですねですから、えーまあ、中国からの PM2.5 大変問題だっていうことでニュースが流れてますけど、まあ、それよりももっとですね、まあ、タバコの PM2.5 にも気をつけるる必要があるんじゃなないいかなと思いますでも軽いタバコだったら大丈夫じゃないかっていうふうに理屈を言う方いるんですけど昔のタバコと今のタバコは全然違って今のタバコはハイテクタバコになっているそうですで昔のタバコっていうのは穴が全然開いていないのでこちらから口をつけてですねずっと吸うとなかなか空気がこう入ってこないそうですしかし 現在のハイテクタバコには口元にですねいっぱいこう穴が開いていてスッとするとここからヒューッと空気が入ってくるですから、えー、有害物質の濃度が低くても肺の奥までたくさん入ってくるので、まあ、結局有害だそうですでこれあの禁煙のポスターなんですけど今度の22日から、えー、始めませんか毎月22日は禁煙の日ということで「今日は27日なんですけど <laughs> いつか遅かった」 っていうわけではなくて、まああのタバコ吸ってられる方がいたらですね、今日からでも禁煙していただきたいと思います。でところで、えー、白鳥にわぜなぜ禁煙なんでしょうか。皆さんお分かりですか。スワンスワンで禁煙を。あちょっと皆さん起きられてるみたいですね。あ,あよかったです。はい。で、まあまあそういったことよりですね、タバコを吸わなければお金が貯まります。 タバコ1箱20本入り440円とすると1日2箱吸う人が我慢したら880円貯まりますハンバーガーのセットが2つ分買りますこれ一月我慢すると26,400円奥さんと2人で高級フレンチ行けますこれ1年間我慢すると316,800円、ね、海外旅行行けますこれ10年我慢すると316万8,000円会社が買えますね で40年貯めたらですね1,267万円家が立つということで、まあ、体に害のあるタバコを吸うんではなくてですねそれからあのでも一人ではなかなかタバコをやめれないんだけどなっていう方は今あの近くの医療機関には禁煙外来っていうのがありますので、まあ、ぜひそこに行って治療していただければいいんじゃないかなと思います。 でここから肺がんの話なんですけど、まあ、肺がんってどんな病気ですかっていうことですけど、えー、肺の細胞の遺伝子に異常が起きて無制限に増えるようになってしまう病気なんですね。で日本がん学会の市民公開講座でこんなざっくりした説明でいいのかといつも自分でそう思うんですけど、まあ、そんな感じでこれがまあ正常な細胞とするとすごく性格のいい顔してるんですね。でも、 い,いろんなストレス、タバコのストレスなんかで性格がひん曲がってですね、い、まあ、うことを聞かなくなるというまあそんなイメージで私は肺がんを捉えております。で最近ではですね、あのもっと遺伝子以上によって、えー、肺がんが起こるということが分かってまいりました。でその一つの例が、えー、上皮成長因子受体、英語で言うと EGFR っていうんですけど、まあ、この遺伝子に 異常がががが起こるここるるととによっってて肺んでき分かまいりましたイメージであの、まあ、お見せしますと、まあ、ここの遺伝子に異常が起きるとですねこの EGFR っていうのがすごくあの刺激を細胞に伝えるようになって、まあ、がんがどんどん増殖して肺がんを起こしちゃうっていう、まあ、そんなことになっているわけでありますで肺がんっていうのは組織型いわゆる顔つきによって分類をいたします で小細胞がん扁平上皮がん腺がん大細胞がんっていうふうに分けるんですけど先ほどのタバコと因果関係が強いがんは小細胞がんと扁平上皮がんで腺がんと大細胞がんは因果関係はあるんですけど、まあ、上の2つに比べると弱いと、まあ、そういった特徴がありますじゃ現在の肺がんの治療ってどんなふうに行っているのっていうことなんですけど4つの柱があります 1>, 1つ目は、もちろん手術ですね、2つ目は放射線治療、3つ目がお薬の治療、抗がん剤と分子標的治療を含みます、でさらに4つ目が緩和ケアですね、心の痛み、体の痛みをとるような、まあ、そういった治療ですけれど、これをすべてをうまく使って治療しているというのが現在の肺がんの治療です。 じゃあこういった肺がんの治療ど,れどういう場合にどういう治療を選択するかっていうことなんですけどそれは先ほどの顔つきとですね病気の広がりによって選びます。で大まかに申し上げますとがんが肺の一箇所にとどまっている早期の場合これは手術で切り取ってしまうのがやはり一番いい治療です。でそれよりももうちょっっっと広がててしまって 肺と肺の間の縦隔っていうところまでがん細胞がいっちゃった場合にはここに放射線を当てさらに抗がん剤を併用するっていうそういった治療が一番いいと考えられています。で不幸にもがんが他の臓器に転移しちゃったような場合進行期なんですけどこういった場合には化学療法いわゆるお薬を使った治療を行います。でまず 手術についてもう少し詳しくお話ししますと手術は早期の方すなわちがんが肺一箇所にとどまっているせいぜい肺の付け根のリンパ節ここまででとどまっている場合にこの手術が行われますで現在でも局所の治療としては手術が一番確実な治療ですで20年ぐらい前あるいは30年ぐらい前はですね 肺がんの手術っていうと、えー、脇腹をこバッサリ切って肺,の肺を大きく取ってですね、えーまあ、そういった治療大きな、えー、手術っていうのが行われていたんですけど、まあ、最近では切る皮膚の長さを短くしたり取っちゃう肺の容石を小さくするようなそういった体に優しい手術っていうのが行われるようになっています。昔ですと ここに腫瘍があった場合に片肺全部取っちゃうあるいは、えー、密に分かれてるうち3分の1でまあ全部取っちゃうっていうまあそういった手術をしてたんですけど、まあ、最近では状況によってはですねこういうくさび型に取ったり、えー、切る範囲を狭めるようなそんな治療が行われますまた、えー、胸腔鏡手術といってカメラを使った手術をすることによって皮膚に 入れる切り傷の大きさを小さくする、まあ、そういった工夫がされています、まあ、こういったことで、まあ、傷が小さいし、えー、肺の機能が温存されるので患者さんの体に優しいとそういった、えー、手術ができるようになってきていますで放射線治療っていうのは先ほど申し上げましたようにがん、えー、が肺だけじゃなくって 肺と肺の間の縦宅っていうところまで広がってしまったような場合に行うわけですけれども、まあ、こんな機械の上に寝るとですね放射線っていうのがこうビューッとこう出て、まあ、上下方向に、えーまあ、X 線が出るわけですねこんな感じで病変病気があるとこをカバーするんですけど、まあ、ここの領域全部あの焼き切るようなそんなイメージの治療ですね。こんな感じでズバッとこう当たるこれは昔の放射線治療。 最近ではです、ね、放射線治療もハイテクになってまいりましてここにがんがあるとするといろんな方向からです、ねえー、放射線を一点に集中させ周りではあまり放射線当てらないけどいがんのところにはめちゃくちゃ高い量の放射線が当たるので焼き切れるというようなそんな治療になっていますその時に、えー、使う放射線照射の機械がこれなんですけど、ね、機械がこう回ってくれるんですね であの角度を変えて、えー、放射線が出てきてがん、えー、のところにだけたくさん放射線を当てて焼き切る、まあ、これで、えー、手術をすすするるるのにに、えー、匹敵よよううなな治療成績が得られれってきてきいますこれ焼き上がったとこなんですけど白くなってますけどこれがんが残ってるわけではなくて、えー、焼き切られた正常の肺がこんなになってるだけで、まあ、非常にいい、えー、治療成果が得られるようになってきています。 定位放射線治療という難しい言葉で呼びますけど、まあ、こういうハイテクの放射線治療ができるようになっていますじゃあ進行期にあるお薬の治療っていうのはどうかっていうことなんですけれどもこのお薬の治療は、えー、肺の周りにねがんによる水がたまった場合とか先ほど申し上げたように他の臓器にがんが転移したときに使いますいわゆる抗がん剤っていうのは 僕が医者になった1990年ですね、もう25年ぐらい前にはですね、肺がんに対して4つぐらいしか、えー、薬が使えなかったんですけど、1990年代後半からですね、いっぱいあの薬がと使えるようになりまして、現在では10種類を超えて、えー、抗がん剤が肺がんに使えるようになっています。でこういったお薬をうまく、えー、組み合わせることによりまして、えー、すごく、 進行してしまった肺がん患者さんでも1年は生きられるような、まあ、そういった、えー、治療の進歩が得られるようになってきましたしかし逆に言うとですね1年以上なかなかあの生きられないちょっと限界があの来ているんですねしかしその壁を打ち破ると期待されているのが、えー、最後にお話しする分子標的薬です現在肺がんに対しましまては イレッサタルセバジオトリフザーコリアレセンサアバスチンと6種類の分子用的薬が使えるようになりましたでこういったあのお薬がですね先ほどの顔つきでいうとどういった顔つきの肺がん患者さんに使えるようになっているかということなんですけどセンがんっていう顔つきのがんの肺がんの方に使えるんですね。 でタバコを吸わないのにあのできちゃった肺がんの方が多いんですけど、まあ、こういった方については、えー、分子用的薬がかななり高いい確率で使えるようになってきてきますで抗がん剤と分子標的薬どう違うのかっていうことで、まあ、イメージを示しますと、まあ、抗がん剤はですね、まあ、これ正常細胞、ね、でがん細胞は遺伝子に傷がついて性格悪くなって角が生えてるんですけど。 抗がん剤というのはこう見境なくどんどん打つので、えー、がん細胞も死ぬんだけど正常細胞も死んで副作用出ちゃうというじゃあ分子標的薬はどうかっていうと、まあ、もうちょっとスマートでパシッと標的にだけ当たってですねがん細胞だけ殺して正常細胞は生き残るという、まあ、こんなイメージですで別のイメージとすると、まあ、こんなやつとかですねこれももうちょっといつも受けるんですけどね 皆さん大丈夫ですか、はい、あのここに期待したいと思いますけどこういうやつとかですねあちょっといい感じになってきましたね、まあ、こんなイメージを持っていますじゃあえ実際なんですけど、まあ、先ほどの EGFR っていう遺伝子変異があるがん細胞に分子標的薬はどんなイメージで効くのかなんですけど これ飲み薬なんですけど先ほどの刺激が伝わりますって言ってたところにですねポコッとこう入り込んでこの刺激を止めるので、まあ、がん細胞死ぬという、まあ、そんなイメージで聞きます。で実際の患者さんですけど、まあ、ここに大きなあの肺があるんですけど EGFR に遺伝子変異があって、まあ、この方にイレッサという分子標的薬を飲んでいただくとですねもう2ヶ月以内にものすごくちっちゃくなり、えー、毎日飲んでいただくことでこの方5年。 はあのいい状態を保つことができましたで、まあ、いわゆる臨床試験というのでその成績が調べられているんですけれども、えー、EGFR 遺伝子変異がある肺がん患者さんに通常の抗がん剤で治療した場合とイレッサ分子標的薬で治療した場合ではがんが悪くなるまでの期間というのはもう倍ぐらい違うということで、えー、正しく使えば分子標的薬はすごく効きます。でそのようにすると 1>, 1年間しか生きられなかった人でも2年半生きられるようになってまいりまして治療成績は大幅に延長されるようになってきていますでもこの EGFR 阻害薬分子標的薬っていうのは聞く人人とかかない人がはっきり分かれますで。それをどうやって区別するかっていうとま肺がんの場合には組織をとってがんという診断をつけるんですけど その余った組織を検査会社に出すことによって、遺伝子の検査をしてくれます。でこれ、保険が使えます。一週間ぐらいで結果が返ってきます。二万円の検査なんですけど、一割負担の人ですと二千、えー、円、三割負担の人でも六千円で結果がわかりますで。この遺伝子変異があればです、ね、百人に人に治療すると80人の、八十人の人には劇的な効果が得られるので。 えー、まずはこの検査を肺がんの、まあ、特に腺がんの場合には別の類いの、えー、ザーコリとかアレセンサーというお薬がアルク肺がんという、えー、肺がんに使えることになっているんですけどこれはザーコリっていうのを、えー、飲んでいただいたアルク肺がん患者さんですけど、まあ、3日目でこんなに腫瘍がちっちゃくなり18日目にはもっと良くなっているということで、まあ、こういった効果が 期待されるわけですねこのザーコリが効く人も先ほどと同じようにがんの組織をとって遺伝子を調べることによって、えー、予測することができます。こちらちょっと値段は高いんですけど、えーあのまあ、適用があればといいますか必要時にはこの検査をして調べるようにしています。で先ほどあの私この図を出してですね分子標的薬っていうのはがん細胞にしか効きません。 っていうふうに申し上げたんですけど、あれ嘘なんですね。本当はあの癌細胞にはすごく効くんですけど、まあ、正常細胞にもちょっと標的が出出ててで、そこにあの働いてしまって副作用はある程度は必ず出ますね。で皆さんあの。 ご,ご存知と思いますけど、イレッサっていうお薬が、まあ、十数年前に発売されたときには、ですね間質性肺炎というのが100人のうち6人の患者さんに出てしまい、そのうち2人ぐらいの方が亡くなったという、非常に悲しいことがございました、こういったことがありますので、分子標的薬を使うかどうかっていうときには、当然ですけれど、主治医の先生とよく相談して決めていただく必要がございます。 それから、えー、分子標的薬って結構お安くないんですねで通常の抗がん剤ですと、まあ、お薬代だけで大体月に15万から30万なんですけど、えー、イレッサっていうのは一粒6700円ぐらいで、えー、毎日1錠あのずーっと飲むので、まあ、20万ぐらいタルセバっていうのは1万なんで30万ぐらいジオトリフっていうのは1万1000円ぐらいなんで33万円ぐらいで、まあ、これ大体同じぐらいですよね抗がん剤と。でもザーコリっていうお薬は、 1畳が1万2千円なんですけど1日2畳飲まないといけないので、まあ、月72万円ですねこれ非常に高いんで、まあ、誰がお金を払うのかという問題がございまして分子標的薬は今後あのたくさん種類が出てくると思うんですけど値段も高くなってくるんじゃないかなという危惧がありまして、えーまあ、そういったお金をどうするのかというのが、まあ、今後問題になってくると思います。でまとととめでですけど、まあ、とにかくタバコを吸わないことで 肺がんにかからないよう予防すす。ることが最も重要ですまた、最近の肺がん治療として、手術、放射線、化学療法っていうのは進んでますので、もし肺がんにかかってしまっても、諦めることなくです、ね、医療機関を受診して治療を受けていただきたいと思います。また、分子標的薬の登場により、進行期の肺がん患者さんの生存期間も伸びてきています。 今後、分子標的薬をうまく使うことによって、さらに患者さんの治療成績を改善させることができますので、我々も頑張っていきたいと思います。以上です。どううもごご聴ありがとうございました。